はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様に謝らなければ、いや、ご報告しなければならないことがあります。1周年記念があと2日後、今水曜日ですね。なのであと2日後に迫っていた中、ガチャを引いてしまいました。しかもその動画が撮れていない。で、結果なんですけど、この3人が新たに追加されました。で、その時の、まあ、夏かつみが一番当然欲しいですよね。その時に撮ったキャプチャーがこちらです。ただ、動画が撮れておりません。なぜかというと、深夜についついカッとなって引いてしまいました。なので、その証拠動画はありません。でね、まあ、こんだけのメンバーね、集めるのはね、当然課金してるわけですよ。はじめ、もともとジュエルが600個ぐらいあって、で、1周年記念のために、まあ500個あればいいかなと思って、4回だけ引いたんですよね、単発で。そのドラゴンライダーが来る前に、夏霞、ちょっと欲しいな、みたいな。俺の出来心だったんです。俺の出来心だったんですけど、その後に、あまりにも出なくて、11年ガチャを、多分、6回か7回やってしまいました。こちらが課金の証拠画像です。バカです。完全にバカです。これで今月課金だけで2、5、6万ぐらい使ってます。これはね、本当に子供は真似しちゃダメですよ。大人になってもこんなことしちゃダメですね。うん。6万円かけて手にしたものが、単なるゲームキャラっすから。まあね、僕、FX とか株とか、ギャンブルとか、まあ競馬とか、まあギャンブルね、カジノとかもね、全然やったことあるんですけど、まあ、その時の痛みと似てますよ、本当に。ただ、パチンコパチスローの金額ですよね。この金額といったら5、6万。その時の痛みとすごい似てます。FX とか株とかはもっと胸が痛くなりますけどね。はあ、ただ、何なんでしょうね。キャラを手にした途端のこの後悔。今度こそは課金しません。と言っておきますが、どうなってしまうんでしょう。とりあえずね、クレジットカードをね、いつも使ってるクレジットカードを変更しておきましたよ。iTunes から。うん。あんまり上限額がないクレジットカードに変更しておきました。そうしといた方がいいな。うん。という、報告でした。とりあえず、夏霞手に入ったんで、よかったー、やったねー、やったー。で、レイブンが超出たんですよ。かぶりが超多かった、ほんとに。なので、4凸は全然できるぐらいの、ジュエルが集まりました。スタールーンか、間違えた。なので、夏霞は4凸させます。で、残り500個あるんで、これは当然あっち行きっすね。1周年記念。そっちでまた1回だけガチャ引きます、今度は。もうやっぱりね、ある程度残しておいた方がいいかもしんないっす。
ジュエルは1回、5個とかなんか中途半端な数残っちゃうとね、引いちゃう。わかんない。それは嘘。もう中毒なんで引いちゃう、どっちにしろ。というね、バカな報告ですよ。今から、あれですね、パチンコ行って、パチンコか競馬か競艇か、競輪行って、このお金取り返してきます。では、バイバーイ。